パワプロ新作 PS5 版なし。 PS4 にはあるのに意味がわからん。 PS5 でもできるやん。 PS4 はあるの草、どういうことやねん。 PS5 でもできるし関係ない。開発力がないんや。さすが PS4 現役ハードやな。国内でしか売れないタイトルにそこまでコストかけれないってことやろ。30周年記念か、なんか楽しいコンテンツとかあるのかの。国内にしか需要がほぼないんやからしゃあない。ゲンドラとエスコンもちろん実装してくれてるよな。どうせ霊感やるだけやからスイッチでええわ。 PS5 リモートのやつも買えんしな。霊感はあったね。スマホ版へ。パワプロ自体が何も進歩しとらんからしゃあない。外人の OB 会公認になったからバースローズあたり使えるようになってそうぐらい。いらないから PS4 で得てやろ。さっさと栄冠クロスとかいうゴミ捨ててサクスパ返せや。こんなことなら広報互換なんてつけなきゃよかったと思ってそう。大谷は多くの人に野球をしてほしいと思ってるから、そんな誰も買ってない不人気ハードで発売しないんだよ。ダイレクトがゴミすぎて悔しそう。パワフェスも栄冠もいい加減マンネリなのに対して変わり映えしな誘うであかんわ。ぶっちゃけまだ読んでいけたよなプレステって。はぁ、気持ち悪い。エオスさんがゲームやってるのマジでキメ。ご視聴ありがとうございました。